東京、浅草にて、紙芝居、黄金バットを上演する男性。紙芝居は、物語ごとに、複数枚を一組に重ねた絵で、その絵を一枚ずつ出して見せつつ、演じ手が語りながら進める芝居的な芸能。主に、子供たちを対象にしたもので世界に類いを見ない、日本の芸能である。明治以降存在した、立英の紙芝居と、 世界教皇時代に立絵が廃れた後で誕生した、平への紙芝居とに大きく分けられるが、今日では単に、紙芝居という場合、平への紙芝居を指す。昭和の戦中期では、子供へ絶大な影響力、洗脳力があることから、軍神の母など、国策紙芝居も作られ、繊維公用に役立てられたことは事実である。台本に沿って描かれた数枚から十数枚の絵をその、 筋書きに沿って揃えて重ね合わせ、演じ手は一枚目から順に観客に見せながら筋書きとセリフを語っていく。見せ終わった絵は横に引き抜いて裏に回し物語を展開させていく。紙芝居は絵と演じ手の語りが主体である。これに対して紙芝居のルーツは平安時代の源氏物語絵巻であるという説がある。絵巻の東ずの段に、 物語絵を見ながら、語り手の話を聞く場面が描かれており、これが、紙芝居の構造に似ているという。また、寺院では、壁画や掛け軸を使った、絵時があった。時代が下り、江戸時代から、明治、大正にかけて、小さな穴から箱の中の絵を覗く覗きからくりが、縁日の見せ物小屋で楽しまれた。絵だけではすぐ飽きられるので、これに語りをつけたものが人気を博した。 また同じ時期に、寄生や縁日で楽しまれた、写し絵、手影絵、影絵メガネも、また、絵を見せながら語るという点で、紙芝居の源流ということができる。写し絵は、和紙のスクリーンに、ガラス板に描いた絵を投影する幻灯の一種だったが、無声映画の登場で廃れる。紙芝居の源流は、立絵紙芝居とされる。写し絵が廃れた後、 工業士の丸山善太郎が立絵紙芝居を考案する。三遊亭窓川沙の弟子だった新さんは師匠の勧めで落語を諦め、木版ズり絵や写絵用のガラス板を描いていたが、写絵が衰退し失業する。丸山は新さんの絵に着目し、立絵紙芝居を制作した。これは竹串に14から15センチメートルの切り抜いた絵を貼り付け、 小型の舞台で動かすもので、当初は、最霊縁日の小屋掛け工業だった。しかし1901年頃になると、小型の舞台を担いで、街頭で上演する、街頭紙芝居が登場する。人気の題目は、最有気で、その他は歌舞伎に題材を取ったものが多く、大人向けのものも多かったという。大正期に入ると人気は、スタレルが、1923年の、 関東大震災後は子供の娯楽として人気となる。その流行から警察の取り締まりの対象となり、権利を取る代わりに飴を売って代金を徴収するというやり方が広まった。1929年、浅草区菊屋橋警察署管内で立絵紙芝居そのものが禁止されると、後藤時蔵が絵を見せながら解説し、飴を売るという対来紙芝居を考案する。 1930年に第一作魔法の御殿、第二作クロバットに続き三作目の黄金バットが大人気となる。この頃の紙芝居は一枚一枚手書きで大きさも現在の半分ほどだった。紙芝居業者が紙芝居の作家や画家を雇い貸し元として紙芝居屋に有料で紙芝居を貸し出し営業させるという制度も1930年に始まる。 1935年の東京市の調査によれば、市内に約2000人の紙芝居業者がいたという。しかし子供の興味を引きつけるための高等向けなストーリーや過激な表現が教育上問題とされるようになる。また路上で水飴やせんべいを売り歩いていたことで衛生上の問題も指摘された。この頃の紙芝居は消耗品とされ、散逸しているものが多く、 研究が困難なものとなっている。街頭紙芝居1929年アメリカで起きた世界恐慌は日本でも昭和恐慌を起こし資本もいらない大来紙芝居に多くの失業者が飛びついた。紙芝居屋は子供たちからは紙芝居のおじさんと呼ばれていた。紙芝居のおじさんは自転車に紙芝居と水飴などの駄菓子を積んで街頭を回って 標識を売ったり、ホラ貝を吹いたりして、子供を集めて、駄菓子を売り、人数が集まれば、紙芝居を始めた。紙芝居のおじさんは大抵話が、佳境に入ったところで、続きはまた来週と話を止め、次回に期待させた。紙芝居屋が街を回って、子供を集め、駄菓子を売って、紙芝居を見せる、という営業形態が成り立つのは、小銭を持って、 子供が簡単に集まってくる場所に限られた。教春は農村には紙芝居はなかったとしている。主な作品内容やがて紙芝居を教育目的に取り入れようとする動きが出てくる。教会の日曜学校で伝道活動をしていた今井ヨネは子供たちが街頭紙芝居を楽しんでいるのを見て、1933年紙芝居観光会を設立して紙芝居、 クリスマス物語を制作。これが日本初の印刷紙芝居だった。松永健也は今井の福音紙芝居に影響を受け、1937年昭和12年日本教育紙芝居連盟を設立。教育紙芝居運動を進める。高橋五さんは全校舎という出版社を起こし、1935年幼稚園紙芝居全10巻を発行した。 高橋は幼稚園に売り込むが、当初は下品らが愛悼紙芝居のイメージがあり、門前払いされることが多かったという。その後、日本教育紙芝居連盟を母体に、日本教育紙芝居協会が設立されると、大西洋語の姿勢をとり、戦時中は、戦意法用のプロパガンダとして、国策紙芝居が全国で演じられた。戦争に協力していた日本教育紙芝居協会は、 批判を受け、1945年12月に自発的に解散した。GHQ はメディアの検閲を始めたが、紙芝居も大量処分され、検閲員の押された者が実演許可された。1948年、文部省は幼児教育の手引きとなる保育要領幼児教育の手引きの中で、紙芝居を保育教材、教具として制度的に位置づけた。 その後、教育紙芝居は保育現場で急速に普及。昭和20年代には、ほぼが幼児にせがまれるまま、紙芝居ばかり読んでいる、紙芝居中毒を指摘されるまでになった。1950年には、高橋五三、佐き明を、稲庭恵子らが、教育紙芝居研究会を結成している。運動、研究、出版活動を行った、教育紙芝居研究会は、 1955年に、倒産、それを引き継ぎ1957年に、村松金次、稲庭慶子らによって同心者が創立された。1960年には、公共図書館での出版紙芝居の貸し出しが始まり、貸し出し率が図書を上回る図書館もあったと言われる。1962年に、保育紙芝居の生みの親、高橋五三の業績を記念して、 毎年の優れた出版紙芝居に授与される御三照が制定されている。当時、教育画劇など6から7社が紙芝居の出版活動を行っていたが、1967年文部省の教材整備10可燃計画により、小学校教材基準から紙芝居が外されてしまう。学校教材としての紙芝居活用は激減し、小学校から紙芝居が消えることとなった。 主な販路は保育園、幼稚園、図書館となり、出版紙芝居の対象年齢、作品内容にも影響していった。1969年、同心者を退いた稲庭慶子らが、子供の文化研究所を設立、新しい文化運動が始められた。児童書、絵本出版の流星、発展の中、紙芝居は、盛んとは言えない状況ではあったが、 子供の幸せを願う作家、画家たちの協力を得て、紙芝居出版は数社により継続されていった。1980年代、松井のりは大きく大きく大きくなれを、はじめ、紙芝居ならではの観客参加型紙芝居を多く創作し、紙芝居とは何かを追求した。1998年、紙芝居初の理論書、紙芝居、共感の喜びが出版され、 同心者企画の講座、出前紙芝居大学が各地で開催されていった。それらを土台に2001年、紙芝居文化の会が創立され、新しい紙芝居運動が始められた。近年、紙芝居は保育園、幼稚園をはじめ、高齢者施設、病院、学校など様々な場所で演じられており、赤ちゃん紙芝居から高齢者向け紙芝居まで対象年齢、 内容とも足したような紙芝居が各社から出版されている。また、1946年頃から復活した街頭紙芝居は人気を集めたものの、エログロ描写によりたびたび問題とされるようになる。やがてテレビが普及すると、街頭紙芝居は姿を消していく。このため戦前から戦後の街頭紙芝居作品の現物は現在では貴重なものとなっている。 神奈川県横浜市では、市の博物館に保管した2700巻近い紙芝居作品について、2015年と2018年に、市指定有形民族文化財に指定し、歴史的資料として扱っている。手作り紙芝居1980年、神奈川県で手作り紙芝居コンクールが開始される。当初は、神奈川県立図書館等を中心にした主催だったが、現在は、 紙芝居文化推進協議会に移っている。1989年には、美濃紙芝居祭りが始まり、様々な地域で手作り紙芝居コンクールが行われるようになった。手作り平和紙芝居日本の文化である紙芝居を使って、唯一の原爆被爆国からの発信として、平和紙芝居を講和している、佐治明神は日本国内外で活躍中である。アメリカ、カナダ、 中国、ラオス、タイ、スペイン、イギリスで講演、日本の文化として、平和のメッセンジャーとして、その評価を得ている。近年では、ラオス、ベトナムなどに紹介され、作られ、楽しまれるようになってきている。また、国際協力 NGO のジョイセフなどを通じて、タンザニアの村にて、エイズ教育活動に、紙芝居が用いられている。 平和への願いを込めた紙芝居は多く出版されているが2006年に平和紙芝居2度とはドイツミュンヘン国際青少年図書館の企画展ハローディア・エネミー平和と寛容の国際絵本展に世界23の国と地域の絵本80作品中唯一の紙芝居として選ばれ世界を巡回展示実演された 紙芝居文化の会は創立当初より海外との交流を進め2002年よりフランス、ドイツ、スイス、スペインをはじめ18の国と地域で講座や発表を行っている2012年には紙芝居家の会とフランスのサナ・マルイ図書館がパリ・ユネスコ本部会議室にてヨーロッパ紙芝居会議を共催フランス、オランダ、ドイツ、スペイン、スイス、デンマーク等からに で延べ130名以上がが参加したた交流が割れたその後も海外での講座は続き、近年は中国、マレーシア、ペルー、メキシコ、チリコロンビア、ベルギーなどへも紙芝居は広がっている。紙芝居家の会は国内外への紙芝居普及活動を続け、国内570、海外304、世界54の国と地域に会員のいる団体となっている。 新しいメディアハット ABCEC 高行き。重なり志向の日本文化。言語文化学会。2019年11月3日閲覧。ABCDEFGH ビングシクミコ。紙芝居研究の現状と課題。子供社会研究21号。日本子供社会学会。2018年5月21日閲覧。AB 林野な成。 立江紙芝居制作のための覚書。ローズリポジトリ茨城。茨城大学。2020年7月4日閲覧。A.B. 三沢由美子。該当紙芝居の流星と衰退についての一考察。有明教育芸術短期大学起用1号、有明教育芸術短期大学。2019年3月20日。2020年7月4日。閲覧。A.B.C.D.E. 紙芝居ストーリーマイナス誕生から現代まで。デジタル紙芝居ネット。名古屋流城短期大学幼児教育研究所。2018年5月12日閲覧。紙芝居と不気味なものたちの近代26ページ林のべなり。紙芝居は何だったのか。近年観光の何冊かの本で考える。社会臨床雑誌。第26巻第3号。日本社会臨床学会。 2019年3月、土井、10.24698, 社会臨書、26.389、2020年7月8日、閲覧。佐々木由美子、藍沢京子、幼児紙芝居の普及における2つの研究会が、果たした役割、東京未来大学研究機業第10巻、三行学園東京未来大学、2017年、39から48ページ、土井、 10.24603、トフ、10.039、一瞬1882から5273、ネイド1300億754万821。AB イナには稽古、戦後における教育紙芝居運動から、紙芝居創造と教育性同心者1972、村松金次、学校教材としての紙芝居、戦後の歴史から、 神芝居20年の歩み、神芝居広場総集編子供の文化研究所、神芝居研究会 2001ABC、神芝居百科企画制作、神芝居文化の会同心者2017.11、ISBN 978から4から494014002、同心者の55年1957から 2011, 同心者2011.9、指定、 登録文化財目録。横浜市教育委員会。二千二十年一月一日閲覧。ジョイセフとアフリカの村人が作った、エイズ紙芝居、紙芝居文化の開会法十三号十五号紙芝居文化の、会2008.2009、紙芝居文化の開会法十七号紙芝居文化の、会2010、紙芝居文化の開馬までの海外活動、二千二十年七月七日、 閲覧。読売新聞有観2012年5月19日付、小さな丸い図書館ヨーロッパ紙芝居会議、2020年7月7日、閲覧。紙芝居文化の会開放19号紙芝居文化の会2012、紙芝居文化の会開放35号紙芝居文化の会2020。ありがとうございます。